はい。 今回もビッグモーターについてやっていきましょうか。これだけ炎上しているビッグモーター、社員の方々が大量に退職をしてえ、まだまだ社員の流出が止まらない、そんな状況かと思います。逆にこんな状況でビッグモーターに入社を希望する人なんていないだろうというふうにですね、思っていましたら、まさかのビッグモーターさん、大々的に求人情報を出していまして、その内容がですね、怪しすぎるぞーいうようなですねえ、そんな内容でしたので、 紹介していきたいと思います。えー、そもそもですね、この人たち、自分たちの会社のホームページでは採用ページ閉じたままなのにですね、外部ではがっつり求人出してるんですよね。いやー、おかしいですよね。こちらですね、Google の検索結果にはですね、えー、こちら、ビッグモーターの正社員アルバイトパート求人情報つってですね、求人情報出てくるのにですね、これクリックするとですね、相変わらずビッグモーターのトップページに飛んでしまいまして、 求人情報がですね、出てこないんですよね。採用ページ消してるんですよね。で、これですね、求人ページ閉じたままにしているので、これ公式サイト。<laughs> ビッグモーターの公式サイトなのに、このインスタグラムとですね、リクナビネクストに、この検索順位負けてるんですよね。<laughs> 検索順位がどん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 下に行ってるんですよ。このリクナビネクストとインスタに負けてますからね。で、一応ですね、このインスタもですね、ビッグモーターの公式アカウントのですね、インスタグラムなんですけども、 こちらも見てみますと、見事に非公開。このアカウントは非公開です。っていうのでですね。えー、何か隠したい情報でもあるんでしょうか隠蔽体質、未だに変わりませんというところですね。以前ですね、こちらの動画、こちらの動画でもですね、紹介しましたけども、こちらのですね、えっ、ー、と、ロイヤルファミリーについてですね、えー、お話しした動画になりますけども、えー、こちらの動画でですね、ちょっと紹介しましたけども、まあ、そんなにですね、自社の採用ページに公開すると、まずい情報ばかり書かれてい いたんでしょうかえー、このロイヤルファミリー、孔一と好き勝手やってたですね、ロイヤルサトシとロイヤル商事の情報がですね、採用ページにガッツリ載っていることがそんなにまずいんでしょうかねえー、それではですね、肝心の採用情報を見ていきましょう。さすがにですね、新卒の採用は募集していませんでしたけども、リクナビネクスト、転職の方の採用はしていました。 とはいってもですね、こちらもですね、未経験、未経験者歓迎になっているので、専門職の人が足りないから補充しないと、とかですね、まあそういうわけでもないのかなと、誰でもいいのかなというふうにですね、思いますかね。で、この求人のですね、まあ全体的な感想なんですけども、もう本当ですね、自分たちに都合のいいことばっかりですね、もういい加減に書いてるなっというですね、まあそんな印象です。 えちなみにですね、この掲載期間が2018年8月2日からになってるので、これですね、炎上した後に掲載開始したものになります。炎上した後に、さすがによくこの求人出したなあっていうですね、もうほんとそんな印象です。 で、まずですね、一番目につくのが、やっぱり年収ですよね。これ平均年収、1109万円っていうふうに書かれてまして、で、さらにですね、20代後半から初めての営業、月収150万円、150万円ももらえるぞーつってですね、いやいや、不正できなくなったから、これさすがに無理でしょー、ね、<laughs> 不正してた時の給与書くなよと思いますけども、いや、不正してたから稼げただけでしょうと思う。さすがに今無理だろうと思いますけども、 もうなんか、今、適切な年収ってあるはずなので、不正をしないで得られる適切な年収を書くべきじゃないかな、というふうにですね。いや、そう思いますけどね。まあ、ビッグモーターからするとですね、まあ、それでも過去に一度でもこんな実績があるんだから、まあ、いいじゃないかというふうにですね、反論するかもしれません。だったらですよ。だったらですけども、ここのですね、地元勤務ですとか、あとですね、週休二日とかですね、研修充実とかですね、 まあ、こういうのは書くのやめろよと思いますよね。まあ、高一だったりですとか、あとは店長からですね、いきなり次の日から転勤だとかって言われてですね、まあ、転勤させられるっていうのもですね、リークされてるわけですし、研修だってですね、十分な研修はなく、いきなり現場でスキルもないのにですね、仕事をやらされるみたいなですね、そんな話もリークされてるわけですよ。これですね、本当になんか自分たちの都合のいいように書きすぎだろうと思いますけどね。よくこんな事件を起こしておいてですね、よくこんなこと書く な,なといいう,うに思いますねで、さらに下行くとですね、これ、入社2年目でですね、150万円行くぞ、みたいな風に書いてるわけですよね。まあ、まさに未経験でね、月収150万円、経験者だったらいくら行くんだよって。本当、ふざけてますよね。まさに不正のおかげだろうと。未経験で入社2年目で行くって、これ、もう完全に不正で言ってるじゃないですか。うん、おかしいですよね。で、さらにですね、下の方に行きますと、えー、こちらですね、えー、働きやすさ。 残業ほぼなし、家庭を優先できるっていうふうに書いてあるんですけども、これも嘘じゃないですか。環境整備点検の前はですね、深夜まで帰れなかったって社員が嘆いてましたよね。休みの日だってですね、もう山のように LINE が来るから、もう確認しないといけないってですね、そういうふうに言われてましたよ。まあ子育てだ、まあ家庭優先だっていうのもですね、嘘じゃないですか。家庭優先の会社がですね、いきなり明日から転勤、手当もありませんなんてですね、言わないじゃないですか。これも嘘ですよね。 で、この次も嘘ですよね。仕事の特徴1、ノルマはありませんって <laughs> めちゃくちゃあったやないかっつってですね。わかりやすい嘘、多すぎだろ、本当に。これ、14万円の修理費取れるように破壊しろーっつってですね。これ、ノルマだろうと思いますけども、まあ、他にもですね、自動車保険のノルマを達成させるためにですね、えー、お店にある展示品の車に従業員の名前で保険契約させたりですね、してましたよね。しかもそのお金、従業員に払わせてましたよね。もう、嘘だらけですよ、本当に。 でこれもそうですよね。仕事の特徴に、あなたが売れるための環境を整えていますっていうのでですね。LINE で脅して、えー、常に怯えながら仕事をさせることが、売れるための環境づくりなんでしょうか。教育、教育、教育契約、契約、契約ってですね。えー、LINE で連呼されたら、確かに、うん、売れそうな気がしてきますね。<laughs> こんなラインが来たら洗脳されるかもしれませんよね。契約、契約、契約ってですね。うん。お、俺は高一みたいに売れる営業マンになるぞってですね。高一ぐらい素晴らしい人間になるぞ !MBA の知識を与えられた気分になるぞってですね。うん、そんな気分になりますもんね。<laughs> いやー、このページですね、本当にもう嘘だらけなんですよね。うん、嘘だらけの求人情報をよくもこうやって堂々と掲載できますよね。この情報の掲載についてはですね、リクナビもこれ考え直した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。 本当なんか無責任ですよ。これで何も知らなくてですね。まあさすがに今はもうビッグモーター知らないっていう時点で、ちょっとこの情弱というか調べてなさすぎだろうと思いますけども、まあこれで何も知らずに入ってしまってですね、まあ僕らが話してる情報が嘘だーつってですね、間違えて入社した人がですね、全然聞いてた話と違うじゃないかーみたいなですね、そういうことになるわけなので、ビッグモーターに関しては求人の訂正をすべきですし、リクナビネクストについてはですね、こんな嘘だらけの求人載せるべきじゃないです いや、本当ひどいですよね。接客に集中できるらしいですよ。<laughs> 街路樹のお世話で、街路樹に除草剤撒いたりですとか、木を伐採したりですとか、コンクリートを舗装したりですとか、なんかそういう作業で忙しいはずなんですけどね。<laughs> 仕事に集中できる環境ないと思うんですけどね。えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのコメントです。 ビッグモーターから求人来てくさーって。<laughs> <laughs> <laughs> いや、このコメント何件かあったんですよ。だからですね、ビッグモーターからですね、陸ナビを通してですね、これ、まだ求人をですね、プッシュ型で出してるみたいですね、これ。いや、すごいな、オファー出してるな。<laughs> ええー、これ、人いるのむしろなんか、うん、人減った方がいいんじゃないかな固定費下げた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、その、なんか専門分野整備士とか。まあ、でも今、整備できないですもんね。<laughs> 整備できないのに整備士いらないかと思いますけど、まあまあそういう専門職の人がどうしてもいないから採用しないと、もうほんとお店が回んないとかっていう話ならまだしもですね、もう未経験でいいから来てくれっつってですね、またなんか計、あの資格ないやつに整備させるのかと、えー、素人の外国人労働者になんかやらせてるみたいな話ありましたけども、またそういうことするのかというふうにですね、ちょっと思ってしまいますよね。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。 続いてはですね、こちらのコメントです。ビッグモーターなんやけど、10年前ぐらいに飲食店でバイトしてた知人が来店したビッグモーター社員さんに、求人出てるんで行きたいんですけど、と言ったら、3人ともが地獄です。<laughs> ノルマ厳しいし、アリエン請求お客さんにして、絶対来たらダメと言われた、というのも思い出した、というのでですね。いや、ビッグモーターの社員さん優しいですね。<laughs> <laughs> この人はどうなんだろうやった、やってた人なのかなこの人たちは。いやー、このありえん請求で <laughs>。まさに不正請求ですね。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。今、ビッグモーターの求人を受けてる人いるんかな面接で何聞かれるのかめちゃくちゃ気になられてるのでですね。本当にうちで大丈夫ですかうちなんかで大丈夫でしょうかってですね。 聞かれる可能性ありますね <laughs>、えー。ビッグモーターの求人受けてみたっつってですねいや。そういう人が出てくるかもしれませんね。えー、こちらですね、えー。いいねしておきたいと思います。あ、それとですね、ちょっと忘れてたのがあった。 ちょっと忘れてたのがあったんですけども、こちら。この企業の他の求人っていうのでですね、先ほど紹介した求人以外の求人情報も出てくるんですけども、これもうちょっとやばくないですかこの年収2500万円、入社10年目長く稼げますって言ってですね、もう稼げないじゃないですか。不正やって、もういろんな事業ができなくなってるわけなので、もう稼げるわけないじゃないですか。長く稼げないじゃないですか。で、これもですね、高卒業 <laughs>。 1,050 <laughs> 万個う不正してたからだろうと思いますし、この残業はほとんどしていませんっつってですね、残業だらけだろうと、店長帰れてなかっただろうと思いますし、もう働きやすいですっつってですね、うん、全然働きやすくねえわ。<laughs> もう最初に言われてたことと入社したら全然違ったぞって聞いてた話と全然違ったぞっていうですね、そういう声がいっぱいビッグモーターの社員から出てるわけですけども、いやー、それでですね、よくここ、これ、ま、しかも炎上した後でですよね、よくこんな求人出しますよね。うん、やっぱ、ビッグモーター変わんないですね。はーい。 え皆さんですね、今回ビッグモーターの求人情報というのがですね、えー、ちょっと話題になっていますけども、皆さんですね、この自称平均年収1009万円のビッグモーターさん、本当にこの年収1109万円稼げると思いますでしょうかこちらですね、稼げないと思う方、さすがに稼げるだろう日本を代表するビッグモーターだぞというふうにですね、思う方、いろいろいらっしゃるかと思いますが、こちら皆さんアンケートを取りたいと思いますので、アンケートに回答いただけると、 嬉しいです。で、先ほどのアンケートですね、こちらのツイッターのアカウントでアンケートを実施しております。動画の概要欄にツイッターのアカウントを載せておきますので、えー、こちらの動画をご覧になった後ですね、ツイッターに飛んでいただいてアンケートに回答いただけると嬉しいです、えー。それからですね、アンケートの回答終わりましたら、ツイッターのフォローの方もお願いします。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 はい。今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。